こんにちは、ラクダ不動産代表の西です。今日はですね、買ってはいけない戸建て、絶対に買ってはいけない戸建てについて、ラクダ不動産のエージェント、なんか、未知数エージェントコンビと言われてそうですね、はい、お笑い担当の村田、と、未知数担当の、鈴木と、あと、ラクダ不動産会長の不動産コンサルタント長島。マンションは共用部分があるし、まあ、鉄筋コンクリートということもあって、一定程度品質は担保されているんですけども、一戸建ての場合はもう躯体、構造体そのものって全体っていう話になるということと、あるいは木造とか通売とか、まあ、いろんな物件種別があるということでの、ちょっとこう難しさみたいなことがあるんですよね。で、そういうことも踏まえながら、買ってはいけない子だ、何を買っちゃいけないのかな、なんだろういきなりの補足ありがとうございます、うん、そう、買ってはいけないって、そう、買っちゃいけない子だてって具体的にどういうこと？私が思う買ってはいけない子だてっていうのは、はい、うん、例えばリセールバリューっていうのは、僕要は資産価値っていうところをすごく大事にしたくて、で、どうしてもちょっと建築、まあ、もちろん建築も絡んでくるんですけど、うん、その流通性っていうところを考えた時に、うん、買って何年か住んで、うん、でその後売ろうとした時に資産価値がどれだけ残るかとか、簡単にもっと言うとより高く売れるか売れやすいかどうかっていう、ちょっと僕は今日そういう目線で少しお話しさせていただければなっていうふうに思ってるんですよね。意外だったいつも情緒的な話してまさかなんかムラリンの口からなんかリセールバリューって言葉が出てくるとは思わない、ね、相方がちょっと違う相方自覚が僕も生まれた、ようやく自覚が生まれましたということは、価値が落ちない、落ちにくい条件っていうのがいくつかあると思うんだけど、もう上から言っていくと、例えばどんな感じですか？はい、そこで譲り合うんですね。ですね、まず一つは、権利関係っていうところがあると思います。権利関係っていってもいろいろありますけども、もちろん所有権とか、借地権とかそういうのよりも、例えばその前の道路を、持ち分を持ってる持ってないとかっていう権利関係ですね、持ってない中で、で指導ですよね、指導の中で持ってない中で、じゃあその通行する権利とか道路を掘る権利とか、そういったのがない中で、そういった不動産って将来どうなるの、資産価値があるのっていう権利関係があったり、あとはですね、物件的なところ、物件の物理的なところで、違反建築、建てた時はちゃんと建てたけれども、その後いろいろ増築して、もう違反状態になってしまったと。いや、もう自分住めるからいいじゃないかって話もあるんですけど、ただ流通の局面でいうと、いざ売り出すと違反状態で買い主さんがローンを組むことができないという物理的なところで、3つ目は私の得意なこう情緒的なところの感情的なところでね、まあお隣さんとのやっぱトラブルですよね。でこれはトラブルって、まあ、感情的なところすごい難しいんです。売り主さん本人はそういうふうに思ってないこともありますし、そこのズレってあるんですけど、ただやっぱトラブル仮になってたとしたら、お隣さんとのその境界を決めるときに、いやもうあの人ちょっとね、なんかあまりこう合わないから、ハンコを押さないとかっていう、そういった難しさ、ここら辺の3つなんですね。権利関係と物理関係だとは、感情的なところ、心理的なところ、そう3番目のやつって、はい、もうすでに結構繰り返しトラブルがあって、はい、実際の、まあ、いわゆる流通価格みたいなところに影響してる、はい、つまりなかなか売れないみたいなところでずるずると価格を下げてきてるみたいなものと、はい、そうじゃなくて分かんないケースとってありますよね。そうですね、そうですね、それどうやって防ぐんですか？これやっぱ不動産エージェントが、まあ、売り主さん本人がそういうふうにやっぱ認識がないことは結構多いです。さっきの話はお隣さんと普通にお付き合いしてるとか別にトラブルないよって話あるんですけど、これ僕は、お隣さんとかにやっぱご売却するときにご挨拶に行くんですね。その時にお隣さんから細かいヒアリングまではしませんけど、でも話をしていく中で、売り主さんとお隣さんが言ってることがちょっと違かったりするんですよね。そこで売り主さんに改めて確認して、で売り主さんに認識してもらう、で買う場合ももしかしたらそうだと思いますね。僕が買うエージェントだったら、お隣さんちょっと買う時には、ご訪問して、少し軽くヒアリングしたりしますんで、その時にもどういった話が出てくるか、そこのズレを
埋めるのがエージェントの仕事だと思う。これが一番大事だと思いますね。うん、でも普通エージェントってどこの会社のエージェントでもそこまでやってくれるものですか？はい、いや、そこまでやらないエージェント多いと思います。特に戸建てってね、そうなんですよね、慣れてないエージェントさんも多いですよね。うん、売り主さん側の方に立てば、うん、売り主さんが物件状況と報告書っていうのを書くんですけど、うん、そこに、まあ、いろんなトラブルあったなしとかって書くんですね。うん、要はすごく悪い言い方すると、うん、売り主さんの自己申告が全てですって、うん、ほとんどエージェント丸投げしちゃうような感じもあって、うん、で言わなかったら売り主さんが悪いですよねみたいに言い出すエージェントもいるんですよね。うん、なのであまりしっかりそこを確認して売り主さんとすり合わせてるっていうエージェントあんま聞かないです。うん、うんでもすごい大事なところだと思います。ですよね。はい、だからその今買っちゃいけない戸建てっていうテーマだから、はい、買い側の話でしてますけど、でだから買う人がどんなエージェントでどういう点に気をつければいいのかっていうところの話でもあると同時に、はい、今みたいな話って、売り主さん側のエージェント、はい、売却の方のエージェントもどこまで丁寧にやるかみたいなことが結構戸建ての場合だと大事。そうですね、うん、大事ですね。うん、すごいトラブルがマンションに比べるとすごい多いですよね。うん、そうですね、うん、やっぱりマンションよりかトラブルになって、うん、でその後お金でどうしても解決しなくちゃいけないってことはあるんですけど、うん、やっぱそこのお金にかかる費用とかがマンションよりかはやっぱすごく膨らむこともありますし、うん、これは本当にエージェントの責任、うん、まあうんまあ、全部の責任とは言わないですけど、ただエージェントがうまくそれぞれ買い主さん、売り主さんとコミュニケーションを取れて、本音とか全部聞き出して整理して話をできるかどうかっていうところのそこの責任は、うん、エージェントはあると思いますね。うん、今までで、はい、なんか具体的に知ってる範囲とかで、はい、そのトラブルって例えばどんなことでどれぐらいのお金がかかるようなトラブルとかがあるんですか？じゃあ私からもいいですか？うん、私が過去にいた会社が建て売り業者だったんですけれども、うん、新築で大田区の方で高低差のあるところだったんですけど、うん、3棟現場、分泌をして建築をして、で、特に不具合なく建物が完成して、それの売買契約3棟とも済まして、確か半年ぐらい経った後にアフター保証の連絡が来まして、うん、この前大雨あったじゃないですかと、大雨で目の前の擁壁の水抜き穴から水がバーッと入ってきて、玄関の水浸しなんですけど、これどういうことですかと、こんなこと教えてくれたら買わなかったですし、むしろこれ分かってましたよねと、っていうのアフター保証の電話がありまして、でただそれが私その後すぐに会社を辞めてしまったのでどうなったか分からないんですけれども、その会社で検索をすると掲示板とか業者ってそういった掲示板あるんですけど、そこにもうそれにくずバーっていろんな悪口が書かれていて、まさにそういったトラブルのあった方がいるんだなということで、ちょっと今日出席したのもちょっとそういったことを言いたいなと思って、ちょっと山本じゃなくて私参加させてくれっていうところだったんですけど、現にそういったトラブルはまず1個目ありましたね。それってでもあれだね、水抜き穴側にしかも玄関向けて作ってるんだ、すごいね。こう玄関がですね、こう変わってまして、うん、こう少しでも建物の上床面積を確保するために、うん、こっちに擁壁になっていて、うん、擁壁の下に土地があるんですけど、うん、こう3つこのように分泌されていて、うん、こうなったところここに玄関がありまして、ここの水抜き穴がここ、まさに滝状態です。滝状態です。その後現地の写真を勝手に会社のパソコンで見たんですけど、うん、もうすごかったです。もう水浸しになっちゃっていて。へー、長島さんはどう思います？戸建てのなんかトラブルとかどんなこととかご存知ですか？やっぱ建物、うん、で、うん、どんな建物でも、うん、ある程度中が腐っちゃってるとか、うん、みたいなことがあっても、うん、大抵回復できるんですよね。うん、まあ、でもできないレベルまで行っちゃってるみたいな、うん、いうようなものを買っちゃうと、これはもう大変。例えば壁の中が腐っちゃってるみたいなやつ、うん、あれ壁全体を取り替えないといけない。だからボードな、クラスももちろんボードもひっぺがして、うん、その木を交換してまた元に戻すみたいなのってものすごい費用負担と時間もかかるし、うん、その間そこにで暮らせないっていう、ことにもなっちゃうということですね。だから建物の見極めに行ってて、よっぽどのことじゃなければ大丈夫、リカバーは可能なんですけど、だからね、そういうことを考えてもやっぱり一戸建てを売るあるいは買うという時に建物に詳しいエージェントか、やっぱりねそこはインスペクション入れた方がいいんだと思います。うん、というか、はい、建物に詳しくて一定程度アドバイスをくれるエージェントが
望ましいんですけど、うん、それでもかつ、買われる方は、うん、自分のセカンドオピニオンとして、うん、自分の立場のインスペクターを自分で手配した方がいいですよね。もちろん、うんうん、それは第三者制が基本的にやっぱり大事なので、うん、お手本にインスペクションされてね、うん、ちょっとここが腐ってるけど、これ報告書で、うん、これちょっと書かないでくれよ、わかりましたとかで、うん、やるインスペクターもいるんで気をつけてください、うんうん、あと、なんだろうな、これは制度的に仕方がない部分でもあるんですけど、皆さん、不動産 その取引をされると、売買されると、インスペクション、でいろんなその種類のインスペクションという言葉を聞くことになると思うんですけど、今不動産事業者エージェントが、重説で説明義務というふうになっているインスペクション、別名建物状況調査っていうやつがあって、でこれ希望すれば、不動産仲介会社がその建物状況調査っていうふうなのを、つけてくれるっていうケースもあるんですよね、うん、でそれ自体は全然悪いことじゃないんですけど、この建物状況調査って法律最低限のところをできるだけ短時間に、できるだけ低コストに最低限見ておきましょうというふうな立て付けで作られているので、これの一番のリスクは抜粋調査なんですよ。抜粋、つまり、見なきゃいけないポイントっていうのは、見なきゃいけない項目っていうのがあるんですけど、それを全部屋くまなく見るっていうわけじゃないんですね。例えば、傾斜、建物の傾きみたいなものも一定面積の中の、一つの居室とかだけで、ここって選んだ場所で測定するっていうことだけで OK というふうになっているんですよ。そうすると、何が怖いかって、建物の傾斜とかの場合、たまたまそのリビングは傾斜をしていなかったけれども、他の場所が傾いてるとかっていうようなこととかがあって、建物に関することは、例えばクラック、ひびが入ってるとか傾斜があるみたいな感じのことって、全体をくまなく見た上で、そもそも何が原因でどの程度の被害が及んでいるのかっていうことを類推していきながら、さらに深い調査をしていくっていうことが求められるんですけど、建物状況調査はそれが構造的にできづらい仕組みになっていて、相手が隠すつもりはなくても、建物状況調査で見た範囲で抜粋されていたので、そこのエリアではたまたまその事象が起こってませんでしたということで見落とされていて、それによるトラブルのご相談、実は桜事務所に結構多いんですよ、うん、うちの実家ね、2階 の妹の部屋だったところ、うんうん、部屋の途中から傾いてるの、下の浄化槽を取った時にベコってなっちゃって、途中までは水平なんだけど、半分ぐらいからね、はい、結構傾いてるの、ここだけ調べたら、うん、分かんないっていうのが今の話です。そう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 、そうなんですよ。そういうことが起こるんですね、うん、あとそれから2階とかね、そういうふうな場合にはたわみって言って、構造自体には全然影響しないみたいな感じのところと、すごいさっきの話のようにシリアスに何か地盤とかのいじった関係が影響していて傾いちゃってるみたいなケースと、その原因をちゃんと全部くまなく見た上で、推定していくっていうのがインスペクションの仕事なんですけど、建物状況調査の場合にはなかなかそれがちょっと難しい簡易検査になっているということ、うん、だそれ買う人も嫌だなって話ですけど、うん、売る方もそうなんか何も深刻なかったじゃないか、うん、みたいな話になるので、うん、ちょっと塩梅悪いなって、お互いに気持ちよくないんですよ、うん、そうなっちゃうと、うんはい、そうなので、ラクダ不動産の場合には買われる方には、インスペクションというのをお勧めしていて、建物状況調査ではなくフル の桜事務所とかが推奨しているインスペクションというようなものをお勧めしているのと、はい、まあ、別にラクダ不動産でご紹介して普通に手配をするということもできるんですけど、ご自分で選びたい場合にはそれを選んでもらっていいというふうにやってるんですよね。そうですね、うんうんうん、はい、建物は結構ね、いろいろシビアな問題ありますけど、うん、他に何か、なんか一般の方が気をつけておいた方がいい点とかってありますか？はい、どうですか？はい、あ、じゃあ私からです。
これもまさに先ほどの、まあ、告知的なところに当たらないものになると思うんですけど、うん、よく中古住宅の重要事項説明書の裏の方に、うん、例えばこの物件から何百メートル先に何々という公園があります、騒音と発生するかもしれませんがってあると思うんですけど、うん、その度合いがあまりにもひどかったりすると、うん、売るには売れない物件になってくるというのがあるんですね、うん、私が過去に市川の方の物件で担当させていただいたものがあったんですけれども、まあ、もう完全に相場でいうとこの3000万円前半でどんどん戸建てが築10年以来のが売れているエリアだったんですけど、3180とかいらしてもう半年が売れなかったんですよね。で、まあ、それについてなんで売れないのかということでこういろいろ案内してくださった業者さんに確認したところ、前面道路が8メートルぐらいの幹線道路のところに戸建てが建ってまして、うん、でたまたますぐ近くにこうバス停があって、うん、こうバスがすごい通ると、うん、でなぜかあれですけどバスが通るとすごい戸建てが揺れるらしいんです。揺れる、はい、戸建てはね揺れる、はい、でそれが都度停車していくたびにこう揺れていくので、うん、こうお客さんがすごい不安に感じてしまって、物件こう何かしら価格で調整ができるものがあればこういったものがあるから300万円交渉したいですってなるんですけど、見えない不安となるともう買わないですになっちゃうんですよね。買わないですになってしまう物件ということでもう半年ずっと売れなくて、まあ最終的には半年経ったタイミングで外国人の方だったんですけど、あ、私全然こういうの問題ないです、私の実家の祖国の方がなんかこういうのありましたけどという方だったのでいつも揺れてますという方だったりなんとかなったんですけど、その方がいなかったらもっと長期化してたんじゃないのかなということで、なのでこういった物件はちょっと注意が必要かなとは思ってます、まあ、見えるものだったら分かりやすくいいんだけど、要は見えないものに注意っていうことですよね。そうですね、騒音とか振動とか周期、匂いとか、はい、みたいなところが見落としみがちになるというか、面白い見えないので、うんうん、その行った内見した時にたまたまそれが起こってなかったら分かんないみたいなことがあって、でしかもそれをわざわざちゃんとトラブルを防ぐために言ってくれる人とそうじゃないケースっておっしゃる通りです、うん、なのでその時にちゃんとこれ幹線道路があるので音とかすごいかもしれませんよであったり、揺れは覚悟してくださいっていうのはちゃんと言ってくれる方がいいんですけど、やっぱりこの日本の仲介業って制約した時に成功報酬型にはなるので、まあ一応こういうこともありますけど、まあ分からないですよという形でこうなあなあにしてしまう業者さん結構いらっしゃるので、うん、まさにこういった物件、特に戸建てを買う際はエージェント選びは本当に大切だと思いました、うん、僕常々思っててですね、これマンションに、まあ戸建てに限らずマンションもそうなんですけど、うん、そもそも売り主さんのちょっと気持ちの問題ですけどね、うん、売り主さんと買い主さんのやっぱ気持ちって違うんですよね。あ、温度差というかどうしても違うと。で売り主さんは、うん、多分ね、売り主さんも買った時はいろんな失敗あったんですけど、要は住めば都なんですよ。そもそも自分はそこに何年も住んでたわけだからね。住んでたわけなんで、うん、なんで簡単に言うと、うん、第三者が見て感じ取れるよりか、うん、基本的にはやっぱそこまで思ってない、うん、そう、だから悪気があって隠すとかそうなんじゃなくて、はい、自分住んでたし、はい、それでそれなりに心地よかったしっていうことで、何がそんなに気になるのか嫌なのかが分からない、うん、分からない、うん、そうなんですよね、うん、で買い主さんはこれから買うので、うん、基本的に不安って中であるので、うん、どうしてもそういうのがいろいろ目がつくって、こういう温度差がそもそも売買ってあるっていうのを、うん、これ金額の交渉とかもちろんそれに絡んできますよね、うん、いろんな局面でこの差があるっていうのを、うん、売り主さんも買い主さんもまずはそれを知っていただいて、その中で、まあ、さっきの話だと売り主さんもう感じてない、うん、もういや別にそんな音をよしめたら全然感じないよっていうふうに思われるかもしれないですけど、そこは結局さっきの話になっちゃうんですけど、うん、エージェントがやっぱ公平な目で見れるエージェントが、いやいやこれこれこの場所だとこういう音とかどうですかって逆にこう聞き出せる、うん、売り主さんに対しては、買い主さんに対しては今現状こうですけど、将来こうなるかもしれません、まあ、分かんないですけどね、将来的な話もできるというところで、うん、エージェントがどれだけまあサポートできるかっていう話にはなるんですけど、そこの溝を埋めるっていうのは、うん、基本的にはずれてるっていうところは、うん、売り主さん買い主さんそれぞれお持ちになった方がいいと思います。ちなみに今戸建てのマーケットってどんな感じですか？絶好調、売り物件が少ない、買いたい人は多い、うん、で新築がそれなりに出てくればいいんですけども、うん、新築分譲も、そんなに出てこないし、 あるいは今思いっきり新築建てようと思っても給湯器が入ってこないとか、はい、大盤が入ってこないとかですねいやだからもたもたしてるんですよ、うん、まあ、その新築の量が絶対的に少ないねということになると、必然的に中古住宅に向くということなので、在庫が減りながら、買いたい人は多いと
いうことなので、取引の数がものすごく増えてるってわけじゃないんだけども、うん、そういったこう競争関係にあるので、うん、どうしても価格は維持ないしは高止まり、あるいは上昇の方向に今向いているというのが現状で、この状況が今1年半くらいかな、はい、続いていると言っていいでしょうね、うん、なんかねこの裏でねちょっと別の動画も撮ってたんですけどね、うん、そこでも話されてましたけど、まだこの先この状況が続くそうじゃないですか。続くと思いますよ、うん、ただそれは日本全国ということではなく、うん、やっぱりその一定のその利便性が担保されるところ、うん、まあ、マンションだったら徒歩7分以内っていつも言ってるんですが、一戸建てはもうちょっと遠くても共有されるんですよね、うんうん、15分、まあ、20分までどうかな、うん、というところで、あるいはあの駅から遠くても、成立している経済圏というか、あのみたいなところのもありますから、そういうものは除きますよ、あの車中心の社会みたいなこともあったりしますので、いずれにしても若年層が定期的に流入するような状況になっていればそれは問題ないわけですけど、そういうところはね取引がものすごく活発だと思います。ただ全体を見ると、あの、住宅市場は順調にしぼんではいるし、価格は下がってはいるんだけども、取引されるところっていうのは価格維持ないしは上昇みたいなところが多いので、あのなんか報道だけを見ているとものすごい上がってるようなイメージもしかしたら持つかもしれません。実際どうですか、今なんかこう売り出される方がもうちょっと待ったら上がるんじゃないのみたいな。でもそれマンションではすごいよく聞くんですけど、戸建てではあんまり聞かない気がするんですけど。そうですね、うん、あのなんか昔からの日本のこう、うん、なんでしょう、こうその出世魚じゃなくて、あの出世魚出世魚あの住宅さんのね、やっぱ戸建て、うん、戸建てを買いましたって、うん、なんかそう最終局面みたいな感じになってて、うん、今、うん、あのお子さんが独立して戸建てを売る局面で、お子さんが独立してあのご夫婦2人だけになったんで階段がないマンションにしようって、この流れはあるんですけど、なるほど、要はですねあんまりやっぱり戸建て売ってマンションっていう流れがやっぱまだそんなに、そんなポピュラーそうではないなっていうところで、そこで動きにくいのかなっていうのはありますし、そうですね。じゃあなんかこう、はい、例えばその今市場がね、はい、絶好調だから今売って売却益出しとこうみたい なんかそういう感覚がマンションと違ってあんまりない、はい、なんかもう物理的な生活上の支障とか、はい、ライフスタイルの変化みたいなところで売り出そうかなっていうご相談の方がやっぱまだ圧倒的に、そうですね、あとはですねやっぱり、もう長く住んでらっしゃって築年数も経ってきちゃうので、うんうん、まあ、日本のこれ戸建ての中古マーケットがもう築20年30年になっちゃうと、その買い取りとかなんかそういった違うマーケットになって、要は金額がそこまでマンションの20年30年よりかやっぱキープできない、どうしても落ちてしまう。査定のご依頼いただくことはあって、他の不動産会社も言ってたんですけど、ただどうしても思ってるよりか金額が伸びないっていう思いはあるみたいですね。なるほど、だからあのそういうことも含めてそんなに積極的に、はい、今売ろうかみたいな風にもならない、うん、そうですね、うん、でもあの今の20年で30年でも、うん、さっきのずっと出てるインスペクションをして、うん、問題ないですよっていう話をエージェントがしっかりして市場に出せば、うん、まだまだ、うん、まだまだいい金額で売れる可能性あると思うんですよね。特に今は、うん、はい、その、ま、コロナみたいな感じのところもあって、はい、今の居住空間賃貸よりも、うん、1部屋2部屋増やしたいみたいな人が多いですよね、うん、とか、あとあの、ま、マンションだったけどプライバシー空間もうちょっと欲しいとか、うん、なんかそれでその戸建てがすごい売れてるじゃないですか、人気じゃないですか、はい、うんうん、なので、ま、あの売ってもいいのかもなみたいに思ってらっしゃる方に、はい、なんかアドバイスをなんか2人それぞれで、ね、はい、まさくんから、はい、うん、やっぱり私はこの会社に行って購入側の担当させていただくことが非常に多くて、うん、やっぱりよく聞くのが売り主さん、うん、住み替えです、うん、買い替えですか、買い替えです、どんな物件するんですか、戸建てにしますと、という形でマンションから戸建ての買い替えがすごい動いている、うん、でやっぱり今って長島さんの YouTube でも発信されていらっしゃる通りで、あのどんどん新築マンション の占有部分、占有面積の中央値が下がってるじゃないですか、うん、変な話、20年前は70平米が多くて、うん、10年前は60平米、最近なんて52平米ぐらいのものが増えてきた、ね、
ということで、うん、やっぱり皆さん52平米に最初 1LDK もしくは 2LDK、うんうん、なんとか買ったものをやっぱり狭い、もしくはお子さんも1人増えますと、うんうん、いう形で、まあ、ただ今マーケットは上昇傾向だったという理由でそういった物件を皆さん買ってるんですけれども、うんまあ、ただ最近、まあ、まだまだ私は全然まだマーケットとしては、まあ、低金利もここが続くのかなというところと、まあ、低金利がなくなるようなそういったものが見えないのでまだまだ続くかなと思っているものの、やっぱり皆さん大丈夫なのかなと、こういったこの物件この今後売れなくなっちゃうかもしれないんじゃないかっていうところで、このできれば戸建てとかそういったところで安定資産として持ちたいっていうようなことを思い浮かべている方が結構現場にはたくさんいらっしゃるというようなイメージですね。うんうんうん、それでなんかどういうことに気をつけたらいい？売りたい人、売りたい人ですね、うん、戸建てを売りたい人ですよね、うんうん、やっぱりトラブルが、うん、権利関係のトラブルが非常に多いので、まず買った時の書類についてはちゃんと保管されているかどうか、もしくはこれから売ろうとしている人は今買った時の書類意識ちゃんとどこにあるか確認した方がいいとは思いますね。そこに例えばですけど前面道路が市道になっていて、まあ、市道って個人の方が持っていて、万が一その自分が持っていなかった場合なんかはそこの市道を人の持っている土地なので勝手に掘っていいかどうか、まあ、一般的にはダメなのでその承諾を得ているかっていう書面があるんですけど、それがちゃんと交付されているか、それが保管されているかどうかとか、保管されていなかったらいわゆるそれを勝手に掘っているかどうかエビデンスがないので、うんまあ、掘ってはいけない土地としていわゆる建物を新しく建てるときに建物を建てちゃいけないような土地というふうに認識されてしまうと、あこの土地やめとこうということで資産価値が下がってしまうとかということがあるので、まず少しでも売ろうかなと思っている方は不動産屋さんに相談する際にちゃんと買った時の書類すべてかき集めてからご相談することはお勧めさせていただきます。なるほど。じゃあ、はい、買いたい人、買いたい人は、うん、売りたい人あ、だ聞いてた売りたい人です。今の中では売りたい、売りたい人、あ、すいません買いちゃうから後ね、あ、すいません、売りたい人は戸建てはですね、うん、一言で言うと、うん、エージェントのもう腕によって金額は変わりますって言っちゃいましたけど、でも本当に金額の差って結構出ちゃうと思います。売る人によって、うん、で、その借地定規が築何年だから、うんもう価値ないよとか、うんまあ、そういうふうに言うのは簡単なんですけど、うん、さっきの話の状態が良ければ当然高くてもいいですし、うん、それ以外の付加価値、いろんなお部屋の状態がものすごくいいかもしれないですし、近隣の環境もいいかもしれないですし、そこら辺の材料をこう組み合わせて加算していくと、うん、通常よりも高く売れますよっていう、うん論理立ててセールスをできるかどうか、うん、でマンションはやっぱそこまでのブレ幅ないんですよ、うん、どうしても戸建てはそのブレ幅があるので、うん、一番はですよ、そのエージェントがやっぱ売る戸建て物件を好きになってくれるかどうかなんですけど、うん、で本当にですねってこういうアイテムありますよって言って、やってくれるエージェントであれば高く売れることは十分あります、うん、エージェントのさじ加減って言ったらちょっとあれですけど、でも戸建てはそういうブレ幅は結構あります。そもそもなんでそんなにブレるの？はい、ですね、うん、基本的に多分エージェントって、うんまあ築年数新しかったらですけど、うん、ちょっとでも古かったりすると、うん、一番よく楽なのが、うん、やっぱその業者さんに卸すっていうのは、うん、エージェントってこう両手にもなりますし、うん、で業者さんが売ってこうやって、うん、また売るときにエージェントがそこにも入るっていう、不動産会社の上司からもそういうふうに言われたりするわけですよ。業者に売れと。そう、まあ、続くからね、続きますから、うん、だからそれが楽だったりするので、うんうん、トラブルもないしね。そうなんですよ。そうすると、うん、まあそこまでじゃないけどネガティブな情報の話をして金額そこまで伸びませんよっていうふうに持っていこうとするエージェントが多いですよね。うん、でもそうじゃないですよ、うんっていうところ、一般の人に丁寧に売った方が、はいまあ、その住宅はすごく欲しい方に高く売れるっていうこと。そうですね、うんうん、はい、なんか売り方、これから売りたいと思ってる人への、うん、その注意事項を聞いてるんですけど、うん、なんか長嶋さん他に何かありますか？まあ、今につながる話で一般論ですけども、うんマンションっていうのは結構築年数経過していても築30年でも40年でも、うん、立地さえ良ければ許容されちゃうところあるんですよ、うん、これはなんとなく鉄筋コンクリートなんだから大丈夫なんじゃないという漠然とした、うん、安心感みたいなものもあると思います、うん、その逆に一戸建ての方は築年数が経過するほど30年40年となっていくと、うん、
木造だしなみたいな、これも漠然としたあんまり根拠がない話なんですけれども、どちらかというと一戸建ての方が築年数許容されにくい方向にはあると思うんですよ。だから、そういう意味では古くなる前に売却した方がいいっていうのが一般論としてのそのセオリー的な話、ところがだけどそんな風に言ってたのはただのイメージの話で、その物件の良さを引き出してそれがうまく PR できればその価格に差がついてくるっていうのが今言ってた話なんですね、ということです、じゃあね、最後にみんなから最後長嶋さん ね、これから一戸建てを買いたいと思ってる方に、総合的なアドバイスを一言ずついただいて締めていきたいと思います。はい、今物件がなかなかないですけれども、ただ戸建ていろんな戸建てもあって、いろいろご相談するとですね、聞くと自分がイメージされてるのと話していくうちにやっぱどんどん変わっていく、こっちの方がいいかなっていう風になっていくことがやっぱ一戸建ての場合多いですので、ホームページとか見てなかったとしてもまずご相談いただければなと思います、その中で本当にいい物件これもありますよ、これぜひこっちを買ってくださいって意味じゃなくて、いろいろこういうのもありますよっていうのをご提案するので、そこでまたいろんな視野が広がれば一ついいかなと思ってます、まずはお問い合わせいただければなというふうに思ってます。まさくんは？はい、やっぱり戸建ては特に本当にエージェント選びが大事だと思いますので、信頼のできるエージェントだなっていうのを最近ですやっぱり私たちの YouTube で発信しているところもありますし、そんな形でそういったまずエージェントを選んだ上で、かつそのエージェントがちゃんと情報を整理してくれるエージェントですね、やっぱり戸建てって最終的にはこうご縁とかで、感覚的なところで決まるんですけれども、その感覚的なところで決める前の段階でちゃんとここが危ないっていうのをこう自分の中でそこをちゃんと腑に落としたところでやっと感覚的なところに落ち着くことによってすごい腑に落ちる取引っていうのは結ばれるというふうに思っておりますので、そこの情報整理もしっかりとできるエージェント選びをお勧めさせていただきます。長嶋さんは？まあ同じですね、俺最近車買ったんだけど、でそうするとね、最初ねルノーかなプジョーかなと思ってたのは、結果的に全然違うものを買ってる。SUV とっかかりでなんとなくこんなものかなって思っているのと、ゴールって往々にして違うことがよくありますから、それはその自分の思い込みとか知識がないからとか、そういうことで、まず知識がない中でなんとなくこれかなってぼやっと思ってみたっていうだけ、そこで行動し始めるといろんなことを知ったり、ご縁ができたりして、最終ゴールは全然違うものになる可能性もあるのが特にこの住宅の世界だったりするので、その辺ご自身もこう柔軟にですね、物件見ながらあるいはエージェントとやり取りをしていく中で、自分の感覚が固まってくるということがありますので、その感覚を大事にされるといいと思います。なるほど。で、なんかそうエージェント選びみたいな話もあったんですけどね、なんかエージェントってどうやって見極めればいいのかなと思って。それは結婚相手どうやって見極めればいいみたいな話と一緒で、一定程度やり取りしていくしかないですよ、複数社に問い合わせすればいいと思うんですけど、あるいは紹介してもらうでもいいですけれども、何人かとやり取りしていく中で、この人とはいろんな意味での相性が合いそうだなと、いう人を見つけられると幸せですよね。なんかさっきね、両手はすごい、特に戸建てだと怖いって話があったじゃないですか、じゃあ片手でやれるかどうかみたいなのってどうやって探したらいいんですか？そうですね、これもあるじゃないですか、鈴木さん、片手でやれるかどうかですか、不動産屋さんに例に出てもらうって動きになっちゃうと思うんですけど、そこもそうですね、一番はレインズをこう見せてもらう、その信頼を受ける、そこの前段が難しいと思うんですけど、まずこの人だったら大丈夫だろうっていう仮説を立てて、まずエージェントをまず決めてみる、で決めてみたエージェントにこの物件どうですかっていう時に、ちゃんとレインズで物元がどこなのかっていうのが分かるので、そこまで見せてくれるかっていうところになるんですけど、そこを見せてもらうと片手なのか両手なのかははっきりします。そこを見せたがらないエージェントはちょっと危ないかなっていうふうに思っていってもいいかもしれないですね。なるほど、わかりました。ありがとうございます。ということでですね、今日は、絶対に買ってはいけない一戸建てというところから、戸建ての注意ポイント、あとそれから戸建てちょっと売ってもいいかなっていうふうに思ってる方には、いいマーケットですというような情報を、お伝えさせていただきました。また何か、ご相談とかご不安な点があれば、いつでもラクダ不動産に、お気軽にお声掛けいただければと思います。今日も長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。